演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちらミスタードーナツのスジに抹茶コラボドーナツ3種類を買ってきました。まあうち2つはドーナツっていうのかっていうような感じです。ではまずはこちらのポンデリングにマスカルポーネクリームのチーズが入った抹茶ドーナツをいただきたいと思います。あ、以前他のもう2種あるんですか。それらは以前のコラボの時に食べたことがありますので今回は省略しています。では美味しそうなんです。中身も見せたいんですけど、これ間違いなくチョコレートが崩れているのでいただくこのままいただきます。もっちりの中に酸味が入るとまた違うね。塩塩しているだけの商品ということではありますね。噛んだ瞬間に抹茶のこのセット、クリームチーズの酸味の効いたクリームが中からふわーっと入って、ポンデリングのもちもちの食感を噛みしめると、それらのうまく融和されてとっても美味しかったです。このチーズクリームもっと食べたいな。では続きまして、こちら2種類のデニッシュですね。こっちがきな粉で、こっちがティラミス。ちょっと分量崩れてきますけど、チーズチーズだとあれなので、まずはきな粉の方をいただきたいと思います。きな粉でいいんだよね、これ。おお、結構重量感ありますね。見てください、中に抹茶クリーム入ってますね。これも割ったら間違いに崩れますね。では、このままいただきます。続きましてはこちらのティラミス。なんかこっちのはクリームが強いってやつですね。それに上にも何か乗ってますし、これもチーズクリームかな。ではいただきます。どちらのデニッシュもパリサク食感がパリパリサクサクしていて、とっても心地よい音が聞こえてきました。きな粉の方はきな粉の香ばしさがあって、これの抹茶とやっぱりよく合いますね。ワニの抹茶。ちょっとココアが弱かったかなという気持ちがありますので、まあ、きな粉の方が自分的にはより強くて好みですね。でも、ティラミスの方も、中のクリームの酸味もしっかりあって、ココアの味もしなかったわけではありませんので、美味しかったです。このデニッシュ生地でもっといろんなドーナツを食べてみたいです。ドーナツさんドーナツの生地が参考になっているのかな。というわけで今回のマッチョドーナツは全部今後発してこちらの点数とさせていただきます。それでは、身近用に水流るかなっていう時は、いや怖いですね。その時はご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。